はい、あるです。おざす。はい。昨日はライブ参加、ありがとうございました。いやー、楽しかったですね、昨日も。はい、よく笑いました。はい。で、まあ、翌朝になるんですけど、今。まあ、いつものように、まあ、鳥取に向かってて、今日はですね、まあ、ボディを先に言っちゃうと、Z50 ですね。はい。昨日の、まあ、ライブでもちょっとチラッとは、まあ、告知はしてたんですけど、Z50 と863のセットで、まあ、久々にちょっと撮ってみようかな、という感じですね。はい。で、まあ、以前から、まあ、言ってるように、その Z50 は飛び物に対して弱いんで、オートフォーカスが。だから、まあ、ちょっとこう、ピントのね、補助を、まあ、してあげないとダメなんですけど、まあ、飛び物を撮れるように、まあ、なるって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあ、できるだけちょっと飛び物をものにできるようにですね、まあ、僕自身の腕をこう、鍛えに行ってるっていう、まあ、感じですかね。はい。で、まあ、聞く話によると、まあ、ミサゴが、まあ、昨日でもちょっと、まあ、飛んでくれてたみたいなんで、ちょっとね、最近ミサゴ運が悪くて、この間行った時は、たまたままあ、一回だけ飛んでくれたんで、まあ、撮ることできたんですけど、その時のボディは D500 で行ってたんで、はい、いつもの自身の最強セットですね。はい。D500 と、64で行ってたんで、はい、今日はですね、まあ、Z50、久々の Z50 と、まあ、863でちょっとやってみようかなと。いう感じでございます。やっぱりね、その、なんぼね、オートフォーカスが弱いとはいえね、やっぱりこの Z の画質、まあ、この Z50 が出す画質っていうのは、結構好きでね、まあ、いろいろ言われるんですけど、それでもね、Z50 の画質って僕めっちゃ綺麗と思うんで、まあ、ピントさえ来たらね。そう、だからそこを、まあ、狙いに行って、まあ、そこを楽しみに行ってるという、まあ、感じでですね、まあ、今日も楽しんでいきたいかなと、思います。はい。まあ、そんな感じで、行ってきまーす。はい、ということで、行ってきました。はい。残念ながらちょっとね、ミサゴの飛び物はちょっと取れなくて、フィールドに出たんは出たんですけど、自分がちょっとこの、構えてる位置と、もう真逆の方に、まあ、飛んできて止まったんで、まあまあ、なんとか止まり物は、まあ、無事、まあ、1枚2枚は、まあ、取れたんですけど、飛び物がね、ちょっとね、自分が張ってた場所とは全然ちゃうとこやったんで、ちょっとね、予想外に、まあ、取れなかったですね。はい。で、まあ、肝心な飛び物の練習なんですけど、まあ、ミサゴが、まあ、そんな状態やったんで、まあ、どうなんしようかなと思ってたら、シギチケ、がですね、まあ意外に、まあ何度も、まあ飛んでくれたんで、それでね、まあちょっと Z50 で、まあ練習はできたかなという感じですね。もうシギチなかったらどないしようかなっていう。まあメインはね、ほぼ青シギになんのかな、多分。はい、ちょっとね、今撮った写真をね、全部見返してないんで、まあちょっと何とも言えないところがあるんですけど、おそらくね、青足が結構飛んでくれた、まあ感じやと思います。はい。まあメインはそんな感じですね。青足、まあ木足が、まあ出てくれたっていう感じなんで、まあ最近ね、シギ系も全然、まあ出会いがなくてあんま撮れてなかったりとかしてたんで、まあそれはそんで良かったかなっていう感じですね。
ただまあまあお日様もだいぶ上がってきてですね、まあ気温もだいぶ、まあ高くなってきたんで、もうかげろうの影響がね、まあもろに出だしたんで、はい、まあ今日は、まあその辺で帰ってくることにしました。はい。まあでもね、改めてやっぱり Z50 使うとやっぱ Z の描写ってやっぱりいいなと思うんで、まあさすが Z のボディと、まあプラス Z のレンズなんで、まあほんまにちょっと外れがないかなっていう感じでしたね。はい。まあそんな感じですね。まあピントさえ来たらね、やっぱりバッチリ、まあ描写してくれるんで、まあピントのね、精度だけが、まあちょっと重要にはなってくるんですけど、まあ Z50 の場合はね、特に飛び物がちょっと弱いんで、はい。まあそれでもね、まあ練習して撮って撮れんことはないと思うんで、はい。まあ今後もですね、まあそんな感じで、まあやっていけたらなと思います。はい。そんな感じですね。まあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい。それでは、お疲れ様でした。